魅力サッカーアカデミー台所事情シリーズでございます。今回は横浜 FC 昇格おめでとうございます。よろしくお願いいたします。井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ、サッカーに寄り添って毎日を楽しむためにミルク佐藤アカデミーでございますけれども、はい、まあ、あの来シーズンに向かってのですね、そうですね、まあ、補強動向、そして補強ポイントなんかも含めながら世代ポジション分布を先生に今日も伺っていきましょうと、はい、いうことですね。まずはポイントから教えてくださいね。ポイントは、はい、オフェンスメンバーで、はい、補強をしなければならない理由。そうですか、はい、そして、うん、来季 J1 残留のために必要な、うん、とあるポイント、うん、なるほど、はい、気になってまいりました。それでは早速冷蔵庫開けちゃいましょうよ。横林ドン出ました。うーん、非常に奥深い図が出てまいりましたね。はい、はい、縦軸年齢、横軸ポジション、色は選手特性を表しております。詳しくは表の見方という動画をご覧ください。先生、それではお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、例年大体のチームそうだよっていう、まあ、ちょっとざっくりフラットというか、はいはいはい、あの冷徹な目線になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、どのチームであったとしても、うん、あの残念ながらお別れをする選手というものは、まあ、5、6人出てきてしまいます。はい、まあ、しょうがないもんです。いや、でもね、これはあのちょっと子供心ですけども、これを J1 でまんま見たいっていう人はいっぱいいると思うんですけどね。いるでしょうね、うん、とはいえやっぱりチームも成長していくものだし、そうだね、確かにね、役割がありますからね。そうなんです。しかも横浜 FC というこのチーム自体も、うん、はい、前回 J1 にいたら2007年のこと。あ、そうでしたね。もうだってちょうどほぼほぼ江戸一周しましたよってぐらいですからね。例えばもう皆さんご存知の斉藤光輝選手なんて、はい、まだそれこそ小学生にもなってない、それぐらいですからね、はい、それぐらいの時期だったの時に J1 だったわけですから、うん、はい、まあ、相当チームは入れ替わったよということにはなるわけです。いや、これだけ世代分布がこう散ってね、うん、チームも珍しいと思うんですけども。そうですね、うん、まあ、ちょっといきましょう。各ポジションですね。はい、はい、こう見てみたら、はい、まずはゴールキーパーからいきたいと思いますが、はい、ゴールキーパーは正直補強ポイントにもなるかもしれませんね、はい、あ、そうですか。ともすれば、はいはいはい、あの大ベテランが一人南選手がいて、まあ、中堅のところに竹重選手、うん、はい、若手に辻大内といて、今市川選手が鳥取行ってるよと、はい、まあ、一つ言うんであれば、うん、スタメン辻大内一気にすげ変えるっていうことができてもすれば話は別かもしれません。そこを使っていくようであれば補強はいらないかもしれないけれどもってことですね。ただやはり J1 も今現状全体見ててもほぼほぼですけど、やっぱり代表経験、日本代表経験のあるゴールキーパーまたはもう海外勢がもうほぼほぼ埋めてる状態にもなってきてるので。そうだよね、そうな、18人しか守れないわけだからね。そうなんです。そうなってくるとちょっととメンバー的にはレベルアップが必要かもしれないですね。もうだからちょっとくすぶってるかもしれないよって組とか、なんならこれはあれな話ですが、はい、串引き選手とかね、山形からなんていうのもちょっと面白いかもしれませんし、まあ、どうなるか分かりませんけど、はい、まあ、ロンドン世代もしくはリオ世代の23から30歳ぐらいまでの選手一人ちょっと持ってくることができたりとかすれば、かなり一気にレベルアップするかもしれません。そこから見るとそれがね、ポイントなんじゃないかなという感じもします。はい、はい、ところでございます。続いてセンターバック先に行かせてください。はい、濃い青をご覧ください。はい、センターバック見てみると、うん、はい、井ノ浜雅彦、4アピン、又代、乾、藤井、川崎、星、京、ワンという、まあ、ルーキーの選手も含めた上で、はいはいはい、ここ7人いるようには見えますが、まあ、乾選手は今栃木に行っていて、うん、星選手は、まあ、これは来年のルーキーだということを考えると、まあ、井ノ浜、はい、4アピン、田代、藤井、川崎と、うん、まあ、ちょっと真ん中よりやや上組が多かったと、はい、逆に言うと26歳以下のセンターバックが、うん、まあ、いないという状態になっている。そうですね、まあ、ただそこで星京安選手が入って僕の中では来年のスタメンは彼だと思ってるので、うん、そうですか。 J1 に J1 で僕はそのまま務める可能性は高いんじゃないかなと思ってるんですよ。なるほど、なるほど。でセンターバック元々のベテラン勢からまあ1人入るで考えたら、うん、まあ、まあまあまあ年齢的には大丈夫かなといったところであります。うん、はい、なるほど、はい、うん、でメンバー的にも人数足りてると思うのでそれでいいと思うんですが、うん、問題はサイド。サイド田所亮選手が、まあ、今シーズン限りでの引退を、はい、表明しました。お疲れ様でございました、うん、となってくると、うん、右ここ残り武田、北爪、袴田、うん、前島、うん、4人います。うん、武田選手はオフェンシブなところもできますが、あえてちょっとサイドバック多かったんで、うん、まあ、水色にもしましたけど、はい、武田左なんですよ。
北爪右、はい、袴田左、はい、前島左、うん、あれちょっと右足んないね、右足りませんね、米倉とかはあ経験豊かなね、ちょっとポジションリーダーにもなれるような、そうですね、割と若手が多くなってくるんでしょ、そうですね、だから左前島選手がもしかしたら戻ってこない可能性もあるんで、武田袴田で考えたら、なんで彼ら左2人でいいよ、もしくは前島含めて3人で行くよってなったとしても、どの道右が足りないわけだから、右サイドバックは誰が取りましょう、なるほど、それが分かるわけですか、この評価から、そうなんですよね、あと川崎選手はまあ右も左もサイドバックできたりもするので、まあいろんな枠として、ね、井上選手もボランチもできればサイドもセンターもできる選手なので、まあどこもカバーできるで考えたときに、どうしてもそれで考えても右はやっぱり足りないから、まあ、そこのカバーかもしくは北爪選手をまあ控えに置いておいた上でもう一人ドンとした選手を持ってくるかもしれないですね、というところを伝えておきたいなと思います、はい、続いてボランチ、ボランチここは取るでしょう、まあ、そうですね、世代ロンドン兄世代が23歳ぐらいが空いてますね、そうなんです、あの元々いやいやメンツ考えれば取らなくていいじゃないかって思う人もいるかもしれないけど、うん、はい、やはりどのチームも今 G1 だったら、うん、まあ、ボランチも、はい、もうフルでこう使えそうな選手を 4,5 人もう用意しておくのがもう当たり前な状態になってきました、なるほど。で中村俊輔選手が今年横浜 FC 加入後であればボランチを務めることが多かったんですが、ね、ただ今のところどうやら満了の話が出ているということで、まだちょっと不動ですね、ちょっとわからない部分があると、はい、横浜の中村もうちょっと見たいんですけど ね、で松井大輔、渡辺里健といて今3人と、あとは今富山にいてる安永と、まあ、大卒高卒のそれぞれのルーキー、はい、瀬古古古宿といて、まあ、5人いるように見えるけど、そのうち2人はまあプロ初めての経験だというところで、そうなってくると主戦力1人僕はいてもいいんじゃないかななんてことは考えてしまいます。でそれこそ本職のボランチが、まあ、経験あるボランチがもう1枚ぐらいいてもいいんじゃないかな、多分みんなが名前知ってるような、誰でも知ってるような方がここにスッと入ってくるんじゃないかということですか。本野康之とかね、その辺がいわゆる岩田の状況がまだ分かりませんが、それ次第ではあり得るかもしれないし、なるほど、ね、だもしかしたら松本とかであれば宮坂正樹とか、で湘南だったらもしくはないとは思いますけど、これ斎藤美月がやってきたりだとか、まあ、そういうことがあってもおかしくはないんじゃないかなということで、まあ、ボランティアそれでもまあ2人1人、経験ある今年のJ1 の経験のある選手が入ってくるといいんじゃないかなと、ね、飛び込んでくる可能性が、そうなんです、うん、今なんでじゃあこんな話を、それこそ横浜 FC のサポーターの方でこれ聞いたら、はい、いやいやお前、何言ってるんだね、今年のメンツ見たいんだよと、まだまだやれんぞと、いやそれはもう僕だってそうです、みんなそうです、ですよね、ただ本当に今年のメンバーを来年見たいんですかと言われたらそこじゃないですよね、やっぱり横浜市この素晴らしいチームがこの J1 というリーグ一番上のリーグでどれだけすごいんだってことをやっぱ証明していくっていうのも一つやっていかなきゃいけない、残っていかなきゃいけない未来英語文化を作っていくためには、と考えるとやはり一個大事なものがありまして、やっぱり前年の J1 の流れ、しかもこの例えば2015年に前いました、2016年に前いましたとかっていう状態だったらちょっと前のことを知ってるかもしれないけれども、やっぱりイニエスタ前後でも違うもん、もうああもう J1 リーグというものの質が、そうですね、特徴が、だから特にあのダゾーンが入ってきて以後のやっぱりそれの前の J1 と J2 は J1 っていうのは全然違うし、トラッキングデータ前後でも違うし、データが取られ始めてからも全然違う状態なので、今のちゃんと J1 を知ってる選手を連れてくるってことは僕はマストだと思います。特にだからキーパー、ディフェンダー、中盤の守備的なところ、オフェンシブなところ、そしてフォワード、各ポジションに1人ずつ用意するってことは重要なことかもしれません。ってなると26、78ぐらいってことだね。でこれ見ていただいたら分かると思うんですが、確かにベテラン勢多いんですよ。オーバーサーティーがかなり多いし、あとは96年未満のところはそれらを多分見据えた上でだと思いますけど、結構人数多いんですよ。そうだね、ただ中盤、特にロンドン弟もしくはリオンの兄世代、25、6、78あたりがちょっと少ない印象があるので、このあたりでまだ動けるよって選手、ただ自分の今所属してるチームだったら控えでなかなかスタメンつかめないんだっていう選手が入ってくるようだと即戦力だね、大きいんじゃないかなとは。これ J2 ではこの大ベテランポジションリーダー、まあ、師匠的なマスターからこの未来を担うだろう有望な若手への継承が進みながら、しかも同時に聴覚も果たしたという、そうですね、素晴らしいシーズンだったわけですよね。いやそうなんです、でただね問題があるのが、
あの例えば2列目にもちょっと話移しますけど、はい、2列目特にこのメンバーだったら中村俊輔選手ちょっとまだ分かんないからちょっと一旦置いとくと、うんうんはい、レアンドロ、松浦、瀬沼ドミンゲスでしょだって ね、うん、ね。そしてあとはよく出た組で言ったらと斉藤光介、中山、松尾、斉藤、光輝とはいるね、いっぱいいますね、はい、ただ J1 チームどこも同じぐらいの分量を揃えてるわけです、量的に言えば。なんで分それだけの量を揃えてるのかと言われたら、うんうん、J1 とよりタフなリーグにやってきた上で、はいはい、さらにはルヴァンカップがあります。そうかそうか、なるほどね。そうです、で今年2020、まあもう今年とあえて言ってきますけど、うん、2020シーズンに関して言えば、うん、開幕がだいたい2月の末にあるじゃないですか、はい、だから我々普通に考えたら2月の末から始まって、うんまあ、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、うん、まあ12月の頭に関わることはあったとしても、うん、シーズンでだいたい9ヶ月半ぐらいだなって思ってると思うんですよ、はいはいはい、ちょっと違う。あら、オリンピック、はい、あ本当だね、があるので、ええ、今年ね、ええ、2020ちょっとおかしいんですよ、はい、2月の中旬開幕なんですよ、そもそも。おお、巻いていくんだね、ルヴァンから。なんとリーグ戦の前にルヴァンがあるし、はいうん、チームによってはの ACL の、 あのプレーオフに出るチームもあるんですけど、いやそっか、1月スタートです。うわー、ほんと、はい、1月にもうプレ ACL プレーオフがスタート、2頭で ACL のグループステージがスタート、はいはいはい、2中でルヴァンスタート、はいはいはい、で2の後半に差し掛かったところでもう J1 開幕です。はあ、ということは移籍市場も早いってことだよね。早いです、早く動いたからないと。そうです。でさらに1回6月くらいで終わります。で2ヶ月くらい空きます。空きます。まだちょっと、まあ、日程がまだ出ないんで正確には分かんないですけど、まだオリンピックあるからね。そう、ただだから 3月4月5月6月、うん、大体まず最初にもう4ヶ月あって、うん、2ヶ月ぐらいもうスパッと休みがあった上で、はい、90、11ってことだから、9ヶ月半で今まで動いてたのが2020はほぼ7ヶ月で一気にザッとやります。全然違うじゃん。じゃあ全然違います。違う競技じゃん。はい、戦い方もね、初めての。そうです。だから10ヶ月くらいある中で J2 だったらじゃあ42試合プラス天皇杯でだって45試合ぐらいやりましたって考えだったら1ヶ月で4試合じゃないかって思うかもしれないけど、中には代表クラスのメンバーもいるわけじゃないですか、アンダーのね。その選手たちもいるけど、じゃあこのチームだって考えたら J1 の34試合プラスルヴァンのグループステージ6試合を絶対にやっていく、で天皇杯もだって1、2回は勝つって考えたら7ヶ月の間で42試合やるんですよ、うん、1ヶ月の間で4でよかったと思ってたものが6に変わるんです、うん、これはやばい。だって 1.5 倍だもん、負担、ね、これそれぞれメンバー的に対策してくるんでしょうか、各チーム。なので、うん、でも予算は一緒ですよ。そうなんです。だから同じポジションに少なくとも出られるぞっていう選手は、育成枠とかじゃなくて、出られるぞっていう選手を2人ずつぐらい用意しておかないと。危ないよね。危ないんです、単純に。これはだから横浜FCの話じゃなくて、全チームそれはもう当然のレベル、やっておかないとダメだよって話になるので、じゃあそれで考えた時に最低そこまで用意した上で、もうじゃあ 2,3 人プラスアルファしていかなきゃいけない。じゃあ J1 で今のところ実績ある選手っていうことで考え、本当は考えたいけど、まあそこまで考えなかったとしてでも今のところは結構ギリギリの人数なんじゃないかと。いっぱい人数いるように見せかけて満了の選手も出てくるので、で考えていくと意外と本当にこのプラスアルファで実績ある選手を取っていくってことしないと、ちょっとだから残留は厳しくなってくるかもしれません。面白い。あ、じゃあ上の方の世代の人が切られるとかっていうのはそんなないかもしれない。そうですね。ああ、そうだ。その元々のその契約上しょうがない選手は一旦置いときますけど。ああ、そうですね。だからこれで分かるのが、さっきの北爪選手のところのいわゆるバックアップというか、右サイドなんで取らなきゃいけないのか分かりましたね、はい、7ヶ月間で42試合出すようなところは、いや右一人じゃちょっと、ね、無理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 と。おうおうおう、できる人もいるかもしれないけど、僕が北爪さんでも逃げ出しますよ。ですよね、そうなっちゃうんですよ、はい、やばいやばい、怖い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 。あとはだから、うん、精神安定剤になるじゃないですか。そうだよね、自分に何かあってもあいつがいるから信頼できる、うん、そうだね、ってことができたりするわけなので、うん、はいはいはい、そうなんですよ。そうね、だレンタル獲得もあるかもしれないし、完全移籍もあるかもしれませんけど、はいはい、やっぱり先ほど言った通り各ポジションに1人ずつ、うん、キーパー、ディフェンダー、まあ、そしてボランチ、オフェンシブ、フォワードにそれぞれ入れなきゃいけないよ。なるほど。でしかもそれぞれ言った通り、特に2列目の選手で行くんであれば、ちょうどそのロンドン弟、リオ兄、この25、6、7、8あたりがちょっと欠けてる印象なので、はい、ここら辺で動ける選手をトンと獲得できたら大きいと。で最後はフォワードですね。フォワードのところはまずは数がいると、
でさらにはイバがいて、ね、オリンピックの年に J1 で数を見れるっていうことですかね。そうなんです、うん、ただいずれもやっぱり直近の、うん、まあ、J リーグ J1 リーグではまだ結果を残してない選手たちになるので、まあ、そうですね、じゃあ新エース誰か一人持ってくるとか、もしくは J2 で相当な成績を上げてきたような選手たちを連れてくるなんていうこと、大いにあるだろうね。特に大分はそういうことをやってきたわけですよね、はいはいはい、2019シーズン入るところでいわゆる J2 オールスターを作りますっていうのをほぼ標榜した上でそのメンバーを作ってきた、うん、ですね、そうですね、そういうことをやってくるかもしれない。小屋とかでしょ、小屋とかあるかもしれません、ね、その辺だ。どういう風な終盤でどういう風な選手を獲得していくか、僕らそこに注目していくのが横浜市の来年に向けての楽しみ方なんじゃないかとも僕は思います、ね、いやー、これ横浜市も昇格見事決めてのね、この台所事情ですけれども、はい、まあ未来の話をするっていうのはいいですね。いいですね、なんかワクワクしますね。来年オリンピックも含めどんな年になるんでしょうね、はい、その一つの象徴になります、はい、特に斉藤光介、松尾雄介、うん、そして、斉藤光輝、この辺りはですね、東京オリンピックなんてのもちょっとあるかなっていうところがありますので、なんかちょっと新たな人気チーム、日発は素晴らしい劇場ですし、いや本当そうなんですよ、人気の若手も育ってますし、はい、これは魅力的なチームとしてね、どんどんね、育ててくれればと思います、はい、ありがとうございます。以上ですということで、ところ以上お送りしてまいりました。ということで、ミルクアカデミーは毎朝ね、何かしら出しておりますので、ね、はい、ぜひチャンネル登録してお待ちいただきたいと思います。6時半に毎朝届いてると思いますのでね、よろしくお願いします。ライブ配信は月曜日の21時、そして、毎月やってます劇場ライブ、12月は12日木曜日に予定してございます。詳しくは概要欄もご覧くださいということで、はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。ノーミルク佐藤でした。また明日も聞いてくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。